国鉄155系、159系電車。155系、159系電車。155系、159系電車は、日本国有鉄道、国鉄が設計、開発した修学旅行列車、修学旅行のための団体専用列車用の電車である。両系列とも、1940年代末期の、 いわゆるベビーブーム世代が中学生となり、東海道本線を通過する修学旅行客の輸送需要が激増したことから、その効率的輸送のために特別に開発された車両である。性能は1958年に登場した、準急列車用の153系電車に準じており、関連性が強いことから同行で一括記述する。 第二次世界大戦終戦直後の数年間に日本ではベビーブームが起こり人口が急激に増加した。1950年代後半に入るとこの世代が中学校に入学し修学旅行の時期を迎えた。当時の中学校の修学旅行は関東地域からは京都、奈良方面がまた関西地域からは関東方面がそれぞれ一般的な行き先となっていた。 当時は航空運賃が非常に高額で一般の交通手段としては想定外、新幹線や高速道路も存在せず、国道1号線も未改良区間、未補送区間があったため、一般庶民が利用することのできる東京、大阪間の実用的な交通機関は、実質東海道本線に限られていた。 ベビーブーム世代の中学生を対象とした修学旅行が実施されるようになると生徒数が1学年700名程度の学校が多かったことから通常の定期列車には収容できずに団体専用列車が仕立てられるとになった当時長距離列車はまだ機関車牽員の客車列車が主力の時代で修学旅行列車についても専用客車列車が編成されたが 当時の国鉄は慢性的な輸送力不足の状態であり、車両確保に苦慮することになった。専用列車の運転のために全国各地から予備車をかき集めた結果、中には、オハ31型などの戦前に作られた車両や、オハ61型など、せずりが板張りの普通列車用車両も混用された。したがって、修学旅行の生徒たちは、 乗り心地の悪い車両での苦しい長旅を強いられることも珍しくなかった。また当時の客車列車の客用扉は自動ドアではなく自動施錠もできなかった。このため、走行中に不注意や悪ふざけで、生徒、特に男子生徒がデッキから転落する事故や通過列車退避のため停車した駅で生徒が勝手に降車し、ホームに取り残されてしまうこともあり、 生徒の行動管理は修学旅行に随行する教職員にとっては悩ましい問題であった。修学旅行対象者となる児童、生徒が増加しつつある状況か、当時の東海道本線の限られた線路要領の中で安全な修学旅行輸送を実現することは国鉄にとっても重要課題の一つとなっていた。そこで国鉄は1958年6月、 山陽本線姫路電化用に製造された80軽電車を品川京都間の修学旅行用臨時列車に投入した。80軽電車は長距離乗車にはやや難があったものの自動ドア装備のため生徒の転落事故や行方不明騒動が防げる利点があった。しかもこの電車列車は当時の急行列車並みの高速で運行され所要時間短縮をも実現した。 この実績に基づき、当時の学校関係者によって構成された東京都修学旅行委員会は国鉄に専用電車の開発を提案、要望した。国鉄もその実現には前向きであったが、修学旅行に限らず旅客輸送需要全体が急激に増大していた時代であり、要請に応じるための車両製造資金調達が困難であった。そこで給与の一策として、 駅や路線整備のために1954年から国鉄が発行し、地方公共団体が引き受けていた鉄道再建の一種、特別鉄道再建利用債で資金調達することになり、三菱銀行、現三菱 UFJ 銀行と日本交通公社、現 JTP が利用債を引き受けた。東京での動向を伝え聞いた関西地区でも大阪市、京都市、 神戸市の中学校修学旅行協議会で再建による資金調達決定した。このような経緯を経て、日本はもとより世界的に見ても、前代未聞の修学旅行専用設計電車が開発された。設計、開発、製造、資金調達などに携わった人々の多くが、自身も修学旅行に赴く年齢の子供たちを抱える不景世代であったことが、 このユニークな電車の開発実現における大きな助力となった。1959年の製造当初は82軽電車と称したが、同年6月の車両称号規定改正により155軽に改称された。使用された列車名から日野出、形電車とも呼ばれる。以後、1961年1964年から1965年に、 わたって四十八両が製造された。すでに実績のある百五十三系の基本メカニズムを踏襲しながらも限られた予算に応じたコストダウン対策を施しつつ同時に修学旅行輸送に最適化された設計を行ったものである。電装制御系は百五十三系のシステムと同一仕様で c s 十二系電動カム軸多段制御機で二両分8個の MT46 系主電動機、出力 100kW を制御する 1C8、M 型 MM ユニット方式、ブレーキシステム2セルド型、電空併用電磁直通ブレーキを装備する。歯車比4.21、営業運転時最高速度時速 110km、設計最高速度時速 130km という、設定は153系と同一であり、 それとの混結も可能で実際にそうしていたことは何度もあった。ただし、台車は153系に使用された空気バネ式の DT24TR59 ではなくコストダウンのため通勤系電車並みの金属バネ台車とされ、電動車は DT21A、付随車はディスクブレーキ装備の TR62 とし、前面は ベースとなった153系に多くを準拠、パノラミックウィンドウと、正面貫通スタイルのいわゆる、東海系として、デッキ付き片側に扉、二段式ユニット側窓なども153系と共通だが、屋根は浅くい、フラットな形状である。修学旅行シーズン以外の臨時列車投入時に、教唱建築限界トンネルが開在する中央、東線に入線する、 可能性に備えたもので、パンタグラフの折りたたみ高さを低くする目的があった。後年に、同じような目的で製造された、新製の電車や一部休憩電車の800番台区分では、パンタグラフ取り付け部分のみ、低屋根構造とするが、本系列では全車両を、低屋根とし、全体的なデザインの統一を図っている。通風機は80系や153系のような押し込め。 形でなく、通勤系電車用の構造簡略な円筒系のグローブ型とし、153系で装備された運転台正面下部の配照器、スカートも省略されている。これらの変更により若干ながら、鋼材使用量も減って軽量化された。修学旅行列車は途中客扱いをしないため、乗降頻度が低く、乗降の迅速性を測る必要が特にないことから、 扉幅を狭めて、車内スペース年出を測ることにした。客用扉は当初、さらに座席定員を増やせることから、片側1箇所として、20系客車と同様の戸袋が不要となる、折戸式の採用も検討されたが、修学旅行列車以外への使用を考慮して、従来の電車同様片側2の引き戸式となった。しかし153系の1000ミリメートル幅に比して、 特急系並みの7 0 0、mm、トル幅に狭められ、飛ぶクロブの固定窓も廃された。車体塗色は警告色としての役目もあるが、子供たちに明るい印象を与えようとして、ライトスカーレット、朱色3号と、レモンイエロー、木1号の2色塗装が採用された。いわゆる、修学旅行色で、塗り分け方も153系とは異なり、全面下部の塗り分け線を斜めにして、 貫通扉や全消灯ににかからなないいようになっている。電車の用途にふさわしくた例のない非常にユニークなもので国鉄技術者が学校や生徒の意見も取り入れながら工夫を凝らしてまとめ上げた秀逸な内容である。定員確保は市場命令であり1両あたり100名の座席定員を輸送上要求されたことから与えられた条件を最大限に活かして 定員増加を図っている。153系以降の新系列電車は、在来客車や80系電車に比べて車幅が最大10センチメートル拡大されており、また修学旅行列車は途中上降の頻度も少ない。そこで、当時の中学生の体格も考慮し、通路幅を標準よりも削り、片側の座席の横幅を広げて3人が決とした。これによって、 通常の横4列から1列増えた5列の座席が得られた。このため車内の大部分で通路は車体中心線からずれた配置となっている。一人当たりの座席幅は少々窮屈にはなったが、前後ピッチは153系同等であり、さらに前席側面に定員分のヘッドレストを設置し、仮眠時への配慮がなされた。これは同時期の10系客車や、 キハ五55系機動車などの例と同様のビニール張りで、クッション性を備えたもので、153系では未装備である。加えて、全ボックス席に脱着式の大型テーブルが設置され、学習や食事などの便を測っている。通路側には、傘立ても設置された。なお、貫通扉は、車体中心線の設置であるので、客室端部の一列だけは両側とも二人掛けの、 座席である。このボックスは、急病者用の簡易ベッドとして使える、要、ボックス間をクッションで埋められる構造を採用。その際には、天井の照明を車庫板で隠せる配慮がなされた。荷物棚は、通常の車両では窓際に沿った窓上部分に連続して設置されるが、本系列では、土産などで荷物が多くなるという事情に配慮し、各座席上を、 枕木方向に2棚を設置して広いラゲージスペーを確保した。空調は特急電車や優等寝台車、食堂車の一部を除いて、比例防標準の時代であったため、153系同様に扇風機を設置した。しかし、座席定員が増えたことから、扇風機台数は153系に比べ多めに装備された。蛍光灯は枕木方向に設置し、 夜行運転時は、蛍光灯を消灯し通路上に設置した白熱灯による照明としている。洗面台は、利用度の高さを配慮し二人が並んで使える設計とされ、捻出スペースを利用して、水筒への水汲みにも使える飲料水タンクも設けられた。ゴミ箱も、弁当格などが多く出ることを考慮し、大型のものを設置している。トイレは、 利用の多さに対応するため通常の和式トイレのほか、男子用小便所を設置している。乗務員室助手席側にはテープレコーダーが設置され、引率共有による車内放送のビームを測った。これらに加えて制御車の区派155型には客室内にスピードメーターと電池式時計も設置した。このほか運転室側、出入り口助手席の後ろに跳ね上げ式の補助椅イスが2脚。 設けられているこれら数々のサービスに加え、乗車した生徒に乗車中の車内清掃を励行させる、教育的配慮の検知から、清掃用の箒と、ゴミ取りまで備え付けられた。アイデアと配慮に富んだ随所の設計の卓抜さは、完成者を視察した父母や教諭人からも高く、評価された。1959年に24両が製造され、 それぞれ12両ずつ、田町電車区、田町車両センター現、東京総合車両センター、田町センターと宮原電車区、宮原総合運転所現阿保市総合車両所宮原支所におけされた。田町車は、1959年4月20日から、品川京都間に、日の出の愛称で運転を開始した。また、宮原車も関西地区から、 東京方面への修学旅行用として、品川赤石間、希望が運転された。修学旅行列車が運休となる夏季、冬季シーズンには、臨時準急列車として、東京大阪間のスバルや、名古屋大阪間の琵琶湖、上越線のスキー臨時快速として、上野石田間の日の出、銀嶺上野小出間の希望銀嶺などで運用された。 本系列による修学旅行列車は、急行列車並みの高速運転と休憩客車よりも優れた居住制であったことから、1961年に,に編成8両が増備され、終日12両編成での運転となった。また、1964年から1965年に4編成16両が増備され、田町、宮原の他に、明石電車区、現 アボス総合車両所赤市支所にも配置され、最盛期は16両編成での運転も実施されるようになった。1971年4月より国鉄が修学旅行利用の新幹線特急料金の割引を開始したためこの取り決めに縛られない他府県の公立高校や私立高校では修学旅行も新幹線利用に移行するのが一般的となり、日の出、希望は 同年10月の運転を最後に廃止となった。以後は、一般の臨時列車に使用される頻度が高くなる、ことから、以下の改造が施行された。大阪地区車は1974年12月に、大垣電車区、現、大垣車両区に転出し、153.159、経営、制御車は165系元混用で、主に、東海道本線。 豊橋大垣間の快速運用に充当されたが、急行、東海、大垣夜行、修学旅行集約臨時列車、小間取りなどに投入された。田町社は神奈川県方面から日光への修学旅行集約臨時列車に使用されるとともに、他客機には急行、伊豆などの臨時列車にも投入された。なお田町配属者の室内改造。 塗装変更は1977年に行われ、東京静岡間の普通列車などに充当された。冷房装置搭載改造工事は実施されず、1980年から1982年にかけて全車廃車となった。1961年に製造された155系の設計変更型で16両が製造された。東京や関西地区に続き、 中京地区の学校関係者からも、修学旅行用電車の運転を希望する声が高まり、愛知、岐阜、三重三県の利用祭方式による、修学旅行専用電車導入の要望が出された。当初は1960年に登場する予定だったが、伊勢湾台風により利用債の引き受けが1年延期となり、車両の申請も延期され、翌1961年に、 中京地区修学旅行用として新造されたのが本系列である。塗装もほぼ同じであり、基本性能は155系を踏襲しているが、中京地区は東京、関西地区ほど生徒数が多くない上に、修学旅行列車としての運用期間や利用度が高くなく、一方でそれを見越して臨時列車に充当することが多いと判断されたため、 車内は153系などに近い構造とされた。1961年に製造された12両により4月9日から修学旅行用として東京、品川大垣間の小間取りに投入された。155系同様予備車なしで8両編成と12両編成で確実運転手8両運転時に4両分の研修、行う方式が取られた。百六十二年には TCMMTC、MM、TC の4両が増備され、毎日12両編成での運転が可能になった。また同年秋からは、中国地区中京地区間不定期修学旅行列車、我が愛にも投入された。また、関山期には、臨時準急、ながらや、車両運用の都合上、東海にも投入された。1973年には、臨時快速、ひそろで、 全線電化後の中央再線でも運用された。1979年頃からは、中京地区快速列車などに153.15565系と共通運用され、車体と色が湘南色に改められたのも155系と同様である。冷房化や飲料水タンク撤去などの改造もされずに、新生配置となった車両基地の大垣電車区で運用され続けたが、 1980年に廃車解体された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。